しますか。はい、はい、それでは後半のゲストをお呼びします。くろはさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、鼻血ブー出せ。出へんかった。はい、どうもどうも、ご無沙汰しております。はい、前回はあのマジフィルテルのボーカリストとして来てもらったんですけど、はい、今回はソロで、ソロ登場。どうですか、ソロ活動は。ソロ活動ですか。はい、いや、なかなか充実した感じで。でも、もう一人でね、ぜひもうアルバムを作りに登場ということなんですけど、見てください、この赤いマフラー。かわいらしい。もう、なかなかできへんね、これ。かっこよく。ねえ。なんか鼻水垂らしたなんかね、あの感じですよね、巻いたら。俺が巻いたらな、多分な。いやー、お似合いで。こんなんとこ自分で買いに行ったりもするんですか。いや、これは、ちょっと用意していただいて。ああ、そっか、そうか。はい、何でも似合うやろね。本当にもう、なんていうの、骨がええんやろな、顔の作りの。ね、外人みたいですもん。あ、なんかね、前回、はい、あのそのバンドで来てもらった時に、くろはさんにとって大事件が起こったんです。それ何なんですか、一体これは。いや、そんな言うほどの言うてください、もう台本あるんで。言うてください、これ。いや、あの、はい、ですね、マリス・ミゼル時代は、はい、こう右目を前髪で完全に隠してたんですけど、はい、あのこのミュージックチャットで、はい、あの出場、出、出場、はい、出演、出場で大丈夫と思います。出演した時だけ、はい、唯一あの左目を隠して右目を出すっていうことにチャレンジしたんですけど。見た人、なんでなんですか、それは。あ、見た、見た、知ってた。嘘。びっくりしたやろ。そうか、なんか練習したみたいになってんな、君は。喋り方が。それ一回きりなんですか。でも、そうなんですよ、おかげで終始落ち着かなくて。あ、そうなんですか。どっちが落ち着きますか。え、自分出してる方と隠してる方。うん、やっぱり出してる方がもう視界も広くそうですよ、まあ、もうね、今回ソロは両目見えてますからね。そして、あのアンケートもね、いただいてるんですよ。これ綺麗な字やな。で、クラハさんがね、ハマってるもの笑いますよ。笑いますよ、これ。このルックス、このマフラーで。最近ハマってるもの、ことはサザエさん。サザエさん好きなんですか。好きですよ。好きですか。全然イメージと違いますよ。きっかけは何なの。子供の頃からずっと見てて、それ最近すごいポップなんですよ、内容が。あの、どういうわけか、なんか三段落ちがあったり、すごい。三段落ちてくれた。